残高第4話。俺が何とかする。何とかったって。任せろ。賞賛ならある。賞賛だから俺に任せとけ。運の通帳を作ってみたら、なんと残高がゼロになっていることに気づいてしまった俺の親友であり、この会社の社長の八代。この先、運のない自分に会社経営なんて無理だという八代だったが、俺はある打開策を思いついた。俺たちの会社もいよいよ今日から本格始動。大丈夫だ八代。俺がお前とこの会社を何とかしてやる。で、賞賛ってなんだ？まあそう焦るな。例のもの持ったか？まあとりあえず意識は。忘れ物ないな？なんだよ、お母さんかよ。よし、じゃあいざ外回り開始。まず訪問するのは2駅先のこの会社だな。おお、いきなり大企業じゃないか。うまく話が進めばいいな。本当に。ん？あれ？嘘だろ？雨？おーおーおお、結構きつくなってきたな。今日一日晴れる予報じゃなかったのかよ。うわ、やっぱ資料が。落ち着けやしろ。お前その左手に持ってるものはなんだ？え？そうだ、傘。な、持っててよかっただろ。おう、お前の言う通りにしておいてよかったよ。じゃあ、焦らず行こうぜ。なんかこの時間にしては人多いな。改札前まで人がいっぱいだな。ん？おい、福田、あれ。え、なになに？先ほど発生した車両故障により運転を見合わせています。うわ、マジかよ。どうしよう、さっき止まったばかりみたいだし復旧に時間かかりそうだよな。そんな時はさっきのあれだよ。あれ？スマホに入れただろ、アプリ。あ、ワンプッシュでタクシーが呼べるってやつだな。そうそう、ほら、混む前に早く。おう、ここを押して。あ、早速近くのタクシーに位置情報が送られたみたいだ。すぐ来るって。よし、じゃあ道路沿いまで出て待とう。そうだな。うわ、あ、すいません。大丈夫か、人多いんだから気をつけろよ。すまんすまん。ほら、急ぐぞ。よし、なんとか間に合ったな。ああ、よかった。まだまだ、本番はここからだろ。そうだな、気合い入れていくか。こんにちは、私、八代と申します。14時から第2課の相沢課長と面談させていただく予定なんですが。はい、はい、ありがとうございます。今、案内してくれるって。よし、さっと出せるように名刺用意しとけよ。そこんとこは抜かりないよ、ちゃんと内ポケットに。あれ？うん？どうした？名刺入れがない。